はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット、スターホースポケット始めていきましょう。前回ですね、 WBC 惜しくも2着だったんですが、再度あの WBC 権利変えましたんで、コインを使って、再度挑戦したいと思います。あと現役も数週ですからね。メダル、そうか、1日で1000枚もらえるかな。駒場葵です。至らないところもあると思いますが、お手伝いさせていただきます。プレゼントが届いています。さあ、メダルをボーナスとかプレゼントありますからね。プレゼントボックスで送られてる。つまり、種付けをしないといけないですね、そろそろ。で、デイリーガチャも。株券を なかなか種付け難しい。フリート社、ベアナックル、こんな感じですからね、なかなか。WBC タフ2着ですね。あと7週ということで、3週ぐらい。いいですね。嬉しそうですね。放牧した後で WBC タフに再度出したいと思います。さあ、頑張りましょう。ショートしてる。調子はいいですね。気合十分ですね。元気いっぱいです。さあ、 WBC ターフに出走です。カーチさんで行ってみましょう。14分、なるほど。こう時間は経つようですが、果たして今度こそ勝利をつかみたい。うまくいけばいいと思います。ではまた後で。お待たせしました。はい、結果が出たようなので観戦しましょう。
3番人気です。3番人気か、一番最低人気か。でも意地悪一つついてますね。ラッキーライラック、んラッキーライラックってこれ現存実際存在する馬じゃないの？おお、ソルシルバー SWBC まで行ってるんですね。こちらの20丸がついております。では行ってみましょう。ここでしっかり勝って、まあ無理だったらもう諦めるかな。ここで勝って最後の SWBC に挑みたい。まあ負けたらもう諦めましょう。引退レースは普通の、実際の G1 で行こうと思います。WBC ターフです。バーイーストで一番の歴史を持つワールドブリーダーズカップ、はい、5枠6番です。ご注目を。スタートはそんなに良くなかったかな。まずまずのスタートかと思います。果たして何が行くのでありましょうか。イヴァンベインがかわしていきました。ほぼ最高峰に近い。それからルソー、タイガーヒル、それからもう一頭、ソウルシルバー、そのうちからはコタシャン、それから足毛の馬体カステナンボであります。そしてその後ろからストーミングホーム、一番人気の8番ラッキーライラック。さあ気合はどうなんだ。外を通りましてプリント車、後ろから2頭目ですね。そしてしんがりからディアドクターであります。もう一度先頭から行きますとイヴァンベイが先頭です。これを追って12番エクラールであります。ルソー、その後ろ3馬身くらいあってタイガーヒル、そして5番手にコタシャン、内から1頭、2番カステナンゴ、その後ろでやりましょうか。コタシャンはいい位置ですよね。外を通ってソウルシルバー、そして1番人気のラッキーライラック、うまくいっているんではないでしょうか。ラッキーライラックをマークする形で進んでいきます。肩のアラピア、すごい位置で出力を証明するか。一番後ろに9番エアドクター、そろそろ後ろの馬が動かないと前の馬が笑います。先頭行く7番イヴァンベイ、2馬身リード、結構前止まらないんですよね。それから5番ルソー、その後ろ3馬身くらいあって1番タイガーヒル、コタシャン、さあ最後の直線に入ります。最強馬はどの馬だ。パタゴラピア直線伸びてくるのかどうか。さあ先頭はイヴァンベイが2馬身リード、懸命に手を動かして川内とパタゴラピア、7番イヴァンベイがまだ粘っている。外から何が来ているのか。さあソルシルバーだ、来た、来た、一気にパタノパタノアラビアンかわしていきました。パタノアラビアン内が飛んでいる。ソルシルバー、オッケー、パタノアラビアン、いや強い、まるで疾風のごとき走りです。ものすごい末脚でしたね、カタナアラビアン。しっかり WBC ターフ勝ちました。完全復活です。やりました。1着2着11番3着当番以上のように確定しました。やりました。しっかり勝ってくれました。いろいろ件ありますね。 WBC 交換チケット、さあ頑張りましょう。で、何でしょうね。シシドが出てきた。クエストを達成しました。ダ
WBC 交換チケットっていうのがあるんですね。さあ頑張りましょう。今回の SSR は静岡アップ 50% 効果持ち。ひんまる像か。放牧出てますね。あと引退まで4周。さあ頑張りましょう。さあ頑張りましょう。はい、というわけで、WBC ターフ勝つことができました。1着、久しぶりの1着ですね。3勝エースね。 WBC ターフ、これで SWBC2 度目の挑戦決まりました。最後かなり相手は厳しいですが、今回の WBC ターフの末足は鋭かったということで、末足で、勝てればいいなと思います。果たして守備を勝ってくれるかどうか。いよいよ次回引退レース WBC ターフです、応援よろしくお願いします、応援といえばぜひチャンネル登録高評価もお願いします。再生リストもフォローいただければ嬉しく思います。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください、はい。最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。